Nyankles! This is Nyankle Channel. I'm here with a new game, and I'm going to give it a try. Enjoy!明日、行ってみようかな。おや、眠ってしまいましたか。わかりましたわ。大丈夫。Thank you.
Thank you.
洗っておくね。下の方になるようにしたけど、でも今触られるとまずいかも。ううん、大丈夫。洗濯物、今日の分はもうリアが洗ってくれてたよね。私の分だけやってもらうの悪いし、自分で洗うから大丈夫だよ。お姉ちゃんがそう言うなら。はぁ、よかった。お姉ちゃん。ん？どうしたの？体大丈夫？調子よくなかったんでしょ？ああ、うん、少し休んだらよくなったみたい。本当？簡単な魔法薬ならリアでも作れるから我慢しちゃダメだよ。魔法関係ならリアの方が詳しいよね。本とか借りるつもりだったし、怪しまれない程度に聞いてみようかな。リア、魔法について少し聞きたいことがあるんだけど。え、お姉ちゃん魔法に興味あるの？足取り、何だって教えちゃうよ。うん。それで、それで、どんな魔法に興味があるの？その、体に変化が出る魔法、とかなんだけど。体に変化、変身とか？その、体の一部が勝手に変化するとか、不必要なものが生えてくるとか。ん？体の一部が違う生き物になっちゃったりとか？そう。うん、そんな感じ。そういう魔法ってあったりするのかなーって。勝手にってことは、対象の意思に関係なく変身させるってこと？それ、魔法じゃなくて、呪いとかかも。呪い？誰かに恨まれるようなことしたかな？そっか。リアは、呪術の参考書とか持ってたりするの？呪いって扱いが難しいから、簡単に資料も買えないの。授業とかでも教えてくれないし。そうなんだ。ごめんね、お姉ちゃんの役に立てなくて。大丈夫。
ちゃん、町の地下水道の都市伝説知ってる？地下水道？うん、地下水道の奥には古い魔術工房があるんだって。そこはこの世のありとあらゆる英知を探求しようとした魔女が使ってた工房で、古い錬金術の本とか魔術書とかが今でも置きっぱなしにされてるんだって。古い錬金術の本、ただの噂話だけど、でも本当だったらお姉ちゃんが探してる本とかあるかもしれないよね。へえ。地下水道って言えば東区の橋の下にあるあそこだよね。でも地下水道って魔物とかが住み着いてるみたいだし危ないよね。リアがお姉ちゃんに教えてあげられたらよかったのに、ごめんね。ううん、そんなことないよ、リア。ありがとう。ちょっと興味があったくらいだし、十分助かっちゃった。今度、お礼するね。本当？じゃあ、お姉ちゃんと一緒にお風呂入りたい。お姉ちゃん、最近なかなか一緒に入ってくれないし。それはリアが妙にベタベタ触ってくるから。それに今日はダメ。絶対にダメ。お姉ちゃんが冷たいよ。
out! If you enjoyed this, please subscribe to my channel! Thanks, and bye-bye!